皆様、新年明けまして、おめでとうございます。増田俊夫でございます。本年もまた一つよろしくお願いしたいと思います。静かなお正月が迎えられるかと思いきや、大晦日になってですね、カルロス・ゴーン元日産会長兼 CEO がですね、日本から逃亡したということで大騒ぎになりまして、かなり忙しい騒がしいお正月になったわけであります。今日の私のお話の題はカルロス・ゴーン日本逃亡の真相といういかめしい名前になっておりますが、実は去年先おととしですね、おととし、1918年の11月頃だったと思いますが、カルロス・ゴーン日産会長 CEO がですね、逮捕されたという、まあ、大事件が起きました。で、まあ、その容疑はですね、まあ、ボーナスその他その高額な所得をですね、過少申告したと、まあ、皆さんご存じの通り1億円以上ぐらいのですね、高額所得者の人は有価証券、報告をしなきゃならないという義務があるんですね。報告をする義務があるわけです。で、これはまあ有価証券取引法なんですけども、そういうですね、会社の役員であろうと個人経営の事業主であろうと、まあ、高額所得の方はですね、報告をする義務があると。まあ、その有価証券報告書にですね、不実記載があって、まあ、不実記載って嘘があったということ、まあ、これが容疑なんですね。つまりどういうことかって言ったら、まあ、100億円も所得ありながらですね、50億円その半分しか申告をしていなかったという、まあ、これがまあ分かりやすく言えば容疑なんですよ。過少申告ですね、有価証券法の不実記載、嘘をついたと、まあ、こういうことが原因で、まあ、逮捕されたわけですね。で、この逮捕された時に私は辞職権にも書きましたけども、これちょっとおかしいんじゃないのというふうに私は思ったから、その通り書いたわけですね。だいたい高額所得者のに対するですね、まあ、その不実記載とかあるいは過少申告というのは刑事事件上ですね、大した事件じゃないんですね。まあ、そうですか、過少申告でしたか、思い違いでした、あるいは会計上の解釈違いでございました、すいませんでした、じゃあその不足分を払わせていただきまして、まあ、大体こんなことで、終わる話なんですよ。そんな大騒ぎをして逮捕してですね、証拠隠滅をする恐れがあるとかどうとか、そういう話じゃないんですよ。もとよりこういう過少申告の話はですね、ちょっと、すいませんでしたで大体済む話なんですよ。ですから、まあ、逮捕するとかですね、今までこの問題で逮捕された例はありませんね。まあ、ゴーン氏の場合は100億ですから、これはもう大変だということでですね、逮捕になったというかもしれませんけども、50歩100歩って言いまして、1億の所得であろうと100億の所得であろうとですね、刑法上は全く同じ話で、100億だからダメで1億だからいいっていう話じゃないんですよ。ということからしてですね、そもそもゴーン氏のこの逮捕劇というのは臭いなというふうに私は元より思っておりましたね。だいたいそれからあとちょっと調べたんですが、100億たってですね、よく中見たらですね、これから先2年先の何月何日にいくら払いますとかですね、あるいはオプションと言いましてね、日産の株価が、この行使価格っていうんですけども、ある一定の価格以上になったらですね、普通株に変えてもいいですよって、つまり普通株に変える権利、これがまあオプションなんですけど、そんなのはですね、約束事で、
その値段になるかならないかわからないわけですから、そんなものは所得として数えられないわけですよ。まあ、そんなもんからあんなもんからあいやら何やらかんやら全部集めてですね、できるだけ大きい金額にしたかったという意思が働いているように私は感じましたけども、まあ、そこでまあ100億というかっこいい数字を出したということなんだと思いますね。ですからまあそれはまあこれから裁判すればですね、過少申告だったのかですね、過大申告だったのか分かる話なんですが、まあそれはクエスチョンマークなんですが、私が言わんとすることはこういうのはくだらない事件だっていうことなんですよ。それをですね、もう天下がひっくり返るぐらいの大騒ぎをしの事件になった、あるいはそういう事件にしたということは何だということなんです。でそもそも通産省の、佐古さんという大臣がいますけども、もう日頃の日産についての話を聞いててもですね、もう日産が現在ですねルノーに奉仕してるじゃないかと、ルノーに対して債権者じゃないかと、ルノーは債務者じゃないかと、金を貸したもんが金を借りたものを支配するのは当たり前なのに今は逆じゃないかと、会長もカルロス・ゴーンさんというですね、まあ、フランスの方だし、社長もですね、外人さんだし、もう人事の面においてもですね、あるいはその株式上の問題においても完全に支配されていると、これは不自然だと、これはもう政府並びにですね日産の社員全員のやはり不満だったと思いますね。だからこれを覆してですね、経営権を主導権を日産に取り戻すにはどうしたらいいかということをいろいろ考えてみると、日産の社長をやって、そして日産の社長で会長で代表権を持ってて、ルノーの方の社長もやってて、そしてここで三菱と、まあ、三菱がちょっとこけたもんですから、これをですね、吸収する、つまり三菱を吸収することによってルノー日産三菱というアライアンスを作ると、そして、これを決めたわけですね。そしてそのトップにこの、カルロス・ゴーン氏が就任すると、そして、フランスのルノーの方もカルロス・ゴーンだと、こうなったらですね、もう身動きができない、完全にですね、ルノーに支配されるという、こういう形がですね、出来上がろうとしてたわけですよ。で、そこでですね、もし、カルロス・ゴーン氏が犯罪者だと、いうことでドーンとこけてですね、国際的にもですね、もうルノーのその社長で日産の代表権を持っている者がですね、こんなですね犯罪を犯したと言って世界中の騒ぎになればですね、今のこの三者アライアンス、ルノー日産三菱というこの三者アライアンスのトップに立つルノーの代表者と、いうこの筋書きもですね、消えてしまうんではないかというふうに誰も思いますよね。ですから戦略としてはですね、ここで、ゴーン氏をですね豚箱に放り込んで、抹殺してしまえば、今現在のですねそのルノーの支配体制というものがぐらつくわけですね。まあ、それが証拠にですね、ゴーン氏がこの逮捕されて起訴された後ですね、フランスのルノーの会長がわざわざ日本に来まして、これから3社のアライアンスにですね、必ずしもルノーの方が代表権を持った会長社長になる必要はないと、で日本の方で、よく日本で、つまり日本というのは日産と三菱ですが、よく話してですね、そして今後のガバナンス、経営方針を決めたらいかがですかなんてですね、完全にフランスの方は降りてきたわけですよ、ね。ですからこのゴーン逮捕劇、これはまあでっち上げとするならば、このでっち上げは大成功したわけですよ、ね。ですからもう大成功したらもうあまり裁判をする必要はないというふうに私も思いますけれども、また日産でも思ってるんじゃないですか。こんなことを裁判どんどん続けたらボロが出るのは日本側ですから、ですからそこでゴーン氏がですねうまい具合に日本から去ってくれても、日本では裁判がなくなったということですから、まあうまくできた話だなと、双方目指せし目指せしということではないんでしょうかね。